はは、い、皆さんこんこにちはキタです。今回は LINE 公式アカウントのですね、パソコンでログインして管理画面を見る方法ということについてご説明をしていきます。LINE また、LINE 公式アカウント、まあ、スマートフォンで、えー、アプリをですね、まずダウンロードしていただきまして、初期設定の、ね、動画に関してはですね、えー、以前アップした動画がありますので、そちらをね、えー、見といていただければというふうに思います。また、概要欄にもね、リンク貼っておくんですけども、今回は LINE 公式アカウント、パソコンの管理画面で見る方法です。まず、Google などの検索画面で、LINE 公式アカウント、ステベース、ログインで検索をしていただきますと、 管理画面ログインというね、こちらのページが出てきます。こちらをクリックしていただきまして、 こちらね、えー、クリックをしていただくと、まあ、こういう LINE for Business ってね、まあ、LINE 社のページに飛ぶんですけど、ここの管理画面の LINE 広告、LINE 公式アカウントが出てきます。こちらの左側ですね、ここの LINE 管理画面にログインをしていただいても、ご自身の LINE の、ねえー、メールアドレスとパスワードを入力していただくと、まあ、こういう感じでね、えー、自分の LINE アットのですね、この LINE Official Account Manager というですね、サイトに飛びます。これがあなた自身の LINE アットの管理画面のパソコン上での画面になります。で ここでも基本的にパソコンからもメッセージ配信ですね。メッセージ配信をここでね。 行うことができたりとか作成、あとはまあタイムラインですね、タイムライン投稿をここで、ね、行うことができたりとかするわけなんですけど、ちなみにね、ここのね、1回ここでタイムラインで投稿したものをパソコンの管理画面から表示していただくと、ここにね、タイムラインの URL を実は取得することもできたりしますので、これはね、スマートフォンからできないやり方になりますので、もし LINE のホーム投稿ですね、タイムラインの URL を誰かに教えたいとか使用したい場合は、 ここの URL をですねコピーしていただければなというふうに思います。であとは基本的に LINE のアカウントでですね、えーまあ、重量課金であったりとか、えー、カードですね。そういった、ね、カード登録に関しては、ここの設定をクリックいただきまして、 この左側のサイドバーの利用と請求をクリックしていただくと、ここでね、月額プラン、今どのプランを使っているのか。あと、お支払い方法っていうところをクリックすると、ここでね、クレジットカードを登録することができますので、ぜひね、こういったあたりをですね、利用する場合は、ぜひ、パソコンの管理画面からですね、ログインをしていただければというふうに思います。はい。ということで、今回ね、少しでも参考になっているという方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。失礼いたします。